シロップ食べ放題3日目のホテル朝ごはんミュービュッフェいただきます。朝8時からトゥージャックレイクに来ました。綺麗です。こちらバンフゴンドラ乗り場でございます。このちっちゃいやつに4人で乗ってチュー、あ、やばい、ピントが、ここがゴール、あ、ピントが、ここがゴール。乗らないけどね、私はね。バンフ3日目、朝から一個湖見に行って、みんながこのゴンドラに乗っている間に私たちのチームはハイキングに来ました。ここからは風じゃないや、坂が急で登れんくって諦めたけど、ここまで頑張った。見て、またね、天気悪いんだよ、最悪。3日目のお昼ご飯です。私の嫌いなサラダから出ました。メインが来たよ。芋だよ、間違った、ステーキだよ。これが芋だよ。じゃじゃーん、じゃじゃーん、おいしそう。いただきます。この山を登ってあそこまで行きます。めっちゃ綺麗。本日の最終地点、エメラルドレイクに来ました。綺麗、赤ちゃん泣いてるけど綺麗です。カヤックしたいです。虹の色が濃くなってる。そして今から中国料理屋さんのビュッフェ。あー、風邪ひいちゃった。最終日になんかバスの中で寝たりできるんやけど、そのバスが乾燥しすぎて喉からやられて、喉かなんか咳で出して、乾燥して咳で出して、たらもう多分疲れと喉とで免疫弱って、もう完全に風邪ひいて鼻声です。絶賛鼻声です。ありがとうございます。最終日の朝食ビュッフェです。いただきたいと思います。いやー、疲れた。3泊4日明日の学校休みます。マジで疲れた。でも本当に超大自然で綺麗すぎて楽しすぎた。